ミルト・ゲーブラーはアメリカの音楽プロデューサー。1930年代から60年代にかけ、ジャズ、ポピュラー、R&B、ロックンロールのレコード制作を行う。1911年ニューヨークのハーレムで母スージーと父ジュリアスのゲーブラー夫妻の間に生まれる。両親は東42番街で金物屋を営んでいた。ミルトは15歳の時、 父親を説得し、ラジオ、蓄音機、レコードの販売をはじめ、店名を、コモドアラジオコーポレーションと変更する。ビリー・ホリデー、ストレンジフルーツ1939-1933年、強行により倒産したオーケーの2万枚の在庫を1枚10セントで買い取り、35セントから1ドル50セントで販売した。30年代半ば、コモドアミュージックショップと改名。 同店の名は、ジャズファン、ミュージシャンたちの知るところとなる。1935年、ジャズ学者マーシャル・スターンズの提案で、ジャズファンのクラブ、カオ設立、ジョン・ハモンド・ラ・モナを連ねる。また、クラブの名称、カオを持って、レーベルを立ち上げブランズウィック、ボカリオン、オーケーその他の旧録音を、SP 版57枚をリリースする。カバンには、 すべての参加ミュージシャンの名が記載されたが、これはレコード史上初の試みであった。各レコード会社は、ジャズファンの間では大となっている、かに対して、原盤貸し出しにストップをかけ始める。1937年、事故のレーベル、コモドアレコード設立。52番街に新店舗をオープン、近隣のクラブで、ジャムセッションを主催する。ゲブラーが望んでいたのは、 綿密な編曲にとらわれない、現場でインスパイアされた演奏を記録することだった。1938年1月18日、P.W. ラッセル、ボビー・ハケットらを迎え、第1回録音を行う。コモドア初期の録音ミュージシャン、エディ・コンドンは、ライフ氏のカメラマンにこう言って解き伏せ、録音風景を撮影させた。こいつは大事な場面だ。ちっぽけなレコード屋が、 自前でレコードを作るんだ。代会社が作るのとは、わけが違う。1939年、ビリー・ホリデー、奇妙な果実。人種差別問題を扱った歌詞に、リリース予定だったコロンビアがこれを敬遠。コモドアからの発売となり同レーベル最大のヒットとなる。ルイス・ジョーダン、カルドニア1944-1941年、ブルーノートレコードの経営者。 アルフレッドライオンが招集されると、ゲーブラーは、ライオンの共同経営者、フランシス・ウルフを、コモドアに雇い入れた。ハンド拡大のために新たに卸売部門を設立した、ゲーブラーは、ブルーノートの SP 版をこのルートに載せ販売。1943年ライオンが、復員するまでにブルーノートは、レーベル運営資金を蓄えることができた。1941年、 ブランズウィックを参加に収めたデッカは膨大な量のカタログの整理をゲイブラーに移植する。コモドアを規定のジャッククリスタルに任せ、デッカでの仕事がスタートする。翌年にはポップ、ジャズ部門の責任者となり A&R マンとして、ラツワンを振るう。ライオネル・ハンプトン、フライング・ホーム、ビリー・ホリデー、ラバーマン、アンドリュー・シスターズ、ラムコカ・コーラほか、 1942年から50年にかける異常弾とティンパニー5がキャルドニア、チューチューチブギなど17曲のナンバーワンヒットを送り出す。当時私たちはそれをロックとは呼んでいなかったが、それはシャッフルリズムとすべてを持ったまさにロックだった。ただ私はプロデュースの際、リズムのアクセントにバックビートは使用せず、スイングやジャズ同様通常の2ビートで行った。 ゲイブラーは語っている。来るべき、ロックンロールの時代を予見していた一人だった。ミルト・ガブラ、ハービー・ヒル、ルーブルム、アンド、ジャック・クリスタル、コマドー・レコード・ショップ、ニューヨーク、NY、サ・オーガスト、1947-1955年、ビル・ヘイリー&、ヒズ・コメッツ、ロック・アラウンド・ザ・クロックが8週連続1位のヒット。ロックンロールブームの講師となる。 60年代ブレンダリー、ベルト・ケンプフェルトを手掛ける。ケンプフェルトが作曲し、ゲーブラーが作詞した、LOVE はナット・キング・コールにとって、生前最後のヒット曲となる。1962年、MCA はデッカを垂れベルトが合併、MCA レコーズとして、ユニバーサルシティに移転。1971年、ゲーブラーは制作の最前線から身を引き、 過去のカタログ再発売の監督に就任。2001年7月20日、マンハッタンの病院で死去。ニューヨークタイムズ氏は、ベッドサイドに置かれた一枚の写真がビリー・ホリデーのものであったことを伝えている。90歳、ありがとうございます。